いらっしゃいませ。いや、ついに。ついに来てくださいましたね。それ始まるともうずっとここで喋んなくちゃいけない。これまたぬるっとやっちゃいけないんだ。そうなんだ。いらっしゃいませ。いや、ついに来てくださいましたね。いやー、僕もね、噂は聞いてたんですけれども。噂は聞いていましたか。小野寺城さんがこういうね、番組をやられてるっていうのを聞いてまして、でもなんか城さんからメールが来るのは大体あの舞台の案内ばっかりで失礼いたしました。やっとこのね、はい、来店のお誘いをいただきまして、はい、来ちゃいました。じゃあ今日はゆっくりお話聞かせてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、いやでも浅草のど真ん中じゃないですか。もうあの雷門の斜め前、情熱場でございます。家賃高くないですか、こんなとこ。聞いときます。ジョーさんのお店ではないんですけど、ね、ではないんですけど、でも、はい、情熱場、ここに来ると情熱をチャージできる。そう、チャージできる。わー、嬉しいな。ここに来た時でカメラ回ってたら僕の店です。あ、なるほど。カメラ回ってない時は人の店で。なるほど、そういう設定なんです。そういう設定です。あ、わかりました。いろいろね、来ていただいて。ハブが2匹もいるって。これだからね、そうなんですよ、沖縄にゆかりのある人。本当ですか。はい、沖縄といえば僕とジョーさんもね、宮古島で、そうですね、撮影したりとか。ですね、それ始まるともうずっとここで喋んなくちゃいけない。あ、これまたぬるっとやっちゃいけないんだ。そうなんだ。そういう時もある。あ、そういう時もあるんだけど、ここは一応。そうか、僕も石倉さんの見て、あ、こんな感じかって。石倉さん長かったんだね。まあ、確かにね、延々喋ってましたね。延々喋芸能界三大官ですよね。官津田官、工藤官、ただの官、ね、やめてください。ただの官、ただの官。どんなにこんなんで。官さん、官さんです。あー、すごいすごいすごいですね、そのシェーキング。いやいや、まあインチキ。なんか、なんか降りてくるんじゃないですか。そう祈祷みたいな。一応あの、はい、飲んでないって言うんでね、お酒を、はい、ノンアルで。うわ、作らさせていただいて。これがなんかそのお客さんに合わせたカクテルを。カクテル。あ、ちょっとね、色味がね、もう実はね、オレンジをイメージした。マジですか。え、石倉さんの時もこんな色でしたよ。石倉さんの時はね、またちょっと、あのコンセプトは違った。違う。あ、お酒も入ってた。商品似てるけれども、味が全然、ま、ちょっと全然違うし、ノンアルで。マジですか。ちょっとね、オレンジのつもりだったけど、ちょっと昨日、ね、じゃあ後で色味変えとけば。コスプロで色味を、まあ、今はあの、特装ない。特装ない、はい、今は。しかし僕はあえてタイトル9係。嬉しい、ありがとうございます。あ、嬉しいとか言っちゃう。一応情熱のパッションの色に。あー、これパッションの色なんですね。そう、パッションの色。ちょっとね、ちょっと黄色すぎちゃったけど、でもドロリとしたこの黄色がいいっすね。まあ飲んでください。ちょっとイカれた黄色って、うん、そう、ゴッホの黄色とかね、うん、だから僕好きなんですよ、黄色が。あ、だからある意味パッションね。そう、パッション。なんか柔らかそうなイメージだけど、実は尖ってるっていうね。いただきます。9係。渡瀬さんの追悼もあってね、そのファッションという。うわー、ほろ苦。あ、ほろ苦。渡瀬さん思い出すわ、なんか。ねえ、津田、そこ映ってねえんだよ。いろいろ教えてくれた。わかる。もうちょっとこっちほら。じゃあ、俺何度言われたか。うん、あ、でもなんかお酒みたいに飲んでくれる。
いやー今日ほら外暑いじゃないですか、この柑橘系が嬉しいっすね。柑橘系がね最高だ。でもこのほろ苦さ80年代思い出しますわ。80年代の映画を。あ、こんな感じ、こんな感じですよ僕の中での80年代。分かります、うん、80年代って意外にちょっとこうインディーズ系も多くて、はいはい、ATG とか ATG とかね、でも東映とかもやんちゃなの作ってたりとか、で全般的に日本映画衰退してて、その中であがいてるあの感じがいいんですよね。そう、分かる。で中にはちょっとねあのポップな私を好きに連れてってとか、そうそうそうそんなのもあったりなんかして、あの角川が、まあ、まあ私を好きに連れてっての前あれホイチョイですけど、角川あたりもポップなのを結構 ね結構作ってましたよね、カラフルなポスターの感じの ねあれひょっとして同い年くらいですか。もうね今日気づいたんですが同い年。やっぱそうなんだ。全く学年が一緒、まあ、僕は早生まれなんだけど学年が一緒。昭和40年を40年うわもうだから同じだけ。もうまあ小6でピンクレディね、はい、中3で横浜銀杯。あ銀杯 ね10代後半でおにゃんこクラブ。あおにゃんこおにゃんこは見てない。あれ10代後半でしたっけ。が20歳そこそこがそのぐらいの、ね、あそうだ。でもそのぐらいだ。僕がちょうど東京出てきた頃にそういうのやってんだ、オールナイトフジってやってんだみたいなね。そう、あそうか。なんかねあの他の年代のため同士の人とかの絆と、うん、僕らの、ね、1965年の絆なんか違うんですよね。なんかね熱いなんか分かっちゃうんですよね。そうひょっとしてってね。そうこれなんかここで話終わっちゃいそうだから。そうですね。イエーイ、うん、ごちそうさまでした。イエーイ美味しかった。じゃあ続きは向こうで。はい、いろいろありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア363-133。はい、いやー津田さん、はい、よくぞいらっしゃいました。乾杯。ありがとうございます。乾杯。乾杯。いただきます。あーおこんなにウーロン茶ビールみたいなの初めて見たな。いや今日暑いから暑いのにこんなの着てきちゃって変わっちゃう。そうなんじゃ無理しないで。ちょっと気合い入れてきたんですよ。情熱抜栓できるからと思ってマジでちょっと一丁らを着てきちゃいましたよ。暑くなったらもう遠慮なく脱いでいいですかね。分かりました。もう暑いんじゃないかな。いやでもねだいぶ冷房も今入れていただいたし、あそれがこのなんか美味しそうな。もう食べちゃう。だってこれアジョシさんの、いやね、これはマカマカっていうあの名古屋のね。いやこの間見たんですよ俺情熱バーを、うん、石倉さんがめっちゃ美味しそうにアジョシさんのアジョシさんのね実は今日料理を食べてて、まあ、あの日にちを言いますと多分配信は6月なんだけど、ええ、日にちはゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークですね。収録してるのはゴールデンウィークは、はい、店がめちゃめちゃ忙しくて。あやっぱ人気店なんですか。まあ情熱バーのおかげじゃないかな。まあ、そうかもしれないですね。そしたら来れないってことになって初めて来れなくなった。初めてあそうなんだ。残念ながらね。マジっすか。食べたかったでしょ。いやだって俺朝から何も食べずに来ましたもん。石倉さんが美味しそうにね。あの人だってお店やってるじゃないですか。そう下超えてるんですよ。そうあの人が止まんなくなってたから本当に美味しいの。うわマジ今度ね。いやまあ今度連れてっちゃう。今度連れてってください。連れてっちゃいます。お願いします。虎ノ門にあるんだ。じゃあもうでもこれもすごい美味しそうですけど。これ食べちゃう。もうせっかくだからいただきます。これ何なんですか。この牛脂でねマカマカというね名古屋のねマカマカ名古屋の、はい、いわゆる居酒屋を経営してるチェーン店があって、うん、あ美味しい。これもこの酒の後に持ってこいじゃないですかね、うん、これはご飯お茶漬け酒のあってあお茶漬けとか最高に良さそうですね。これ最高に美味しい。これも評判が良くて、うんでまあ、コロナになってるから今こう配送でねこうやって。あなるほどね。これでも美味しいでしょ。これでもねこれ自宅でこの味楽しめるなんて最高じゃないですかね。アジョシね、うん、こんなにアジョシを待ち望んで、うん、アジョシ待ってましたよ。
だって情熱バーの間に CM も入るじゃないですか。あれもすごい美味しそう。かっこいいよね、あの CM。かっこいい。美味しそうでかっこいい。そうだ。で、なんでこの沖縄の島らっきょうがここに出てるんですか、ね、これは ね、ここの店 の情熱バーの情熱バー、情熱バー設定の。そうか。ここのオーナーは沖縄 の人で。なるほど。宮古島でもこれ放送されるんですか、ね、そう、宮古ではあのいわゆるこうテレビで見れるっていう。なるほど。宮古テレビっていう。宮古テレビでも放送される。だから、まあ、沖縄系。沖縄系。これもね、らっきょう美味しいはずです。ね、僕島らっきょう大好物ですもん。大好物。はい、これがあれ、りょうちゃん。りょうちゃん。りょうちゃん。これは何味？マスター、マスター。はい。これ甘酢ね。で、真ん中があの島唐辛子。島唐辛子。で、これは生。いえ、生。はい。じゃあ甘酢。なんか今日僕、ほんと遅刻しちゃって。ああ、そうですね。その間になんか、ここのりょうちゃんと、りょうちゃんと親友みたいになっちゃった。親友みたいになるぐらい話し込みましたね。島らっきょうについていろいろ教えてもらいました。これは何ですか、これは。これは、生のタレですけど、はい、タレです。ん？ソースです。タレ？そう、あ、そうっすか。そうです。今これだね。生です。この生の島らっきょうこれつけて食べると美味しいんだ。美味しい。あ、美味しい。ね、ちょっとあの情熱バー史上こんな展開初めてですよ。え、なんで？いつも途中で紹介するんですけど、ね。ああ、本当ですか。もういきなりこの食から。だってもうお腹空いてるから。本当韓国料理食べたい。はい、アジョシのもん。でも僕島らっきょうとこのアジョシの人来ない方が宣伝になるかもしれないね。まんまとやられてますから情熱バーの宣伝戦略に、はい、もうアジョシ食わないと死ねないぐらいのでもまかまかも美味しいですよね、うん、これも実に気に入っててね、うん、みんな美味しいっていう。これはだってね、酒飲みにはたまんないですよ、うん。もしお腹空いてるの何か作ってもらおうか。あ、でも白ご飯あればちょっと鼻のたまるものを作って、もう後ろでチラチラしていいから、ちょっと情熱バーおすすめの、あ、情熱バーおすすめの食べ物、情熱丼みたいなのないですか、なんか、まあ、情熱丼、まあ、実際プラネットボーイという店なんですけど、情熱バーで検索しても出てこない。出てこない。あ、嬉しい。沖縄そば大好き。早期入ってますね。ありがとうございます。じゃあそれお願いします。ちょい大盛りで。初めてだね、この店で。あの、俺食事の宣伝したのプラネットボーイの貸してもらってんのにそう、ちゃんとプラネットボーイの宣伝も ねいやでも、ジョーさんと僕が初めて会ったのってどこか覚えてます？どこかね、多分ね、はい、覚えてますかね。京都か。うわ、京都じゃないかな。おじさんだ。おじさん記憶が曖昧。曖昧だね。東京？でもあの現場は、うん、あ、2時間ドラマ東京。うん。2時間ドラマ。惜しい。え、東京じゃなかったですよね、あれ。どこだ？地方ロケですよ。あ、地方ロケ。ええ、うん、多分地方だと思う。多分ね。なんだろう、2時間ドラマ。2時間ドラマ。なんだっけな。ジョーさん刑事、あれ刑事をやってた、レギュラーじゃなかったでしたっけね。終着駅？あ、違う、もしかして石倉さん出てない？石倉さんじゃなくて女の人が主演だったんですよ。玲子さん、高島、うん、違うかな。高島玲子さん主演のもちょっと何本かやったことあるんですけど、うん、でもなんかね、なんか海辺のなんかこういう海辺の温泉的なとこ。あ、いっぱいやってよ。いっぱい、そう、2時間やってるでしょ、いっぱい。いっぱいでしょ。だからもう俺めちゃめちゃやってんのよ、2時間。確かにね、熱海だの何だの言ったらもうありすぎて本数が全然わかんなくてですよね。でも俺あの時に、あの役者さんなのにお名刺をいただいて、あ、本当、普通役者って持ってないじゃないですか、うん、でもお名刺をちゃんといただいて、うん、あの小野寺城と言いますとか言って、あの舞台とかもいろいろやってますんで、はい、とか、わ、なんて丁寧な方なんだろうと思って、いやいや、感激したのを覚えます。さんこそ丁寧な人ですわ。いや、僕の丁寧はもう上っ面だけなんです。すぐ化けの皮剥がれた。この人適当なんだって。あっという間に思われちゃう。いや、丁寧。あ、僕も腰の低さと言ったらもう津田川さん、なかなか。いやいや、そうか、名刺渡しましたか。はい、そうなんですよ。でもあの時からやっぱり、なんというか、俳優というより、その、
もうちょい硬い感じがある。硬い、硬いって言い方おかしいけど、なんかやっぱプロデュースとかもしてたり、あ、信頼のおけるその匂いがあったんですよね。信頼がおける感じの匂いがあって、あ、なんかあの、そう、そういうプロデュースとかそういうこともやられてるんだなっていう気がしてたんですよね。おー、それは。でそれを皮切りに、うん、ジョーさんからあの演劇の DM がバンバン来るようになって、もうあれね、手当たり次第出してるから。いや、わかります。いや、だってそりゃね、やっぱプロデューサーだからね、やっぱり本当ですよね。その努力をなくしたら自己満足になっちゃうから。だけど、うん、本当にちょっと申し訳なくて、まだ一度も行けてないので。いや、もうそんな、もうね、チャンネル登録、あ、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。そして須田寛治パーソナルブック悪役フープロ書店にてネット販売いたしております。ぜひ読んでね、読んでね。最初はソナチネが僕のデビューというか、僕がその頃バイトしてた喫茶店によく武井さんいらっしゃるっていうのを経営者のママさんから聞きまして、武井さんがこっちもくるって見て、お兄ちゃん出番だよとか言って、なんだろうなんだろうと、オーダーかなとか思いながら行ったら、スタッフ、もうオールスタッフですよね、十何人いるスタッフさんに、コランちゃんはさ、俺の行きつけの喫茶店でウェイターやってんだよ、だけどさ、派手派手の服着てで、こんなブワーンとした頭下で働いてるから、俺がコランちゃんに、おめえウェイターだったらウェイターらしい格好して働けるのやろとか言ったら、まあ、コランちゃんこのぐらいのアップですいませんでしたって、これ一つ増やすからいやいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133